はい、今行く厳島神社。ちょっと取り直そうか。何か。浮きってしちゃったじゃん。おはようございます。おはようございます。さあ、切符を片道、実はまあ往復買ってるんですけど、うん、なんか大鳥居に大接近する JR で行くことになりました。さあ、列が動き出しました。はい、ちょうど干潮の時間に合わせてフェリーに乗ってきたので、とりあえずあの大鳥居を目指そうと思います。色が綺麗。やばいね、綺麗だね。あ、鹿。本当に鹿いるんだ。鹿ですね。おはようございます。おはようございます。さあ、見えてきたよ、むっちゃん、うん、うわ、すごい。柱の根元まで歩いていけちゃうぐらいになるんですよ。へえ、すごいタイミングに来れてすごく嬉しい、ね。今干潮時間なんですけども、満潮になると5メーターくらいまで海水が戻ってくるそうです。で、ちょうど鳥居の足の根元の部分、濡れてる部分まで海水が来るんだって。ガッちゃんが175センチでこんな感じです。さあ、宮島に来ました。すごい、やっぱこうやってね、僕の体と合わせてみると本当に大きいのが分かりますよね。僕の体はだいぶでかくなってきてるんですけど、横にね。で、むちゃんね、うん、むちゃん登場みたいな。ニュッとです。ニュッといなくなるよね。一緒に来れてよかった。しかも干潮時に割と近くの場所から、逆にちょっと上からこうやってやると、まあ、こんな感じなんですよ。眩しくて目が開かない。なので、こんだけ潮が引いてる状態で来れてね、よかったです。はい、はーい。うわ、ちょうど波が来るか来ないかのところになってきましたね。すごい数のお賽銭がすごいな。ちょっとあの触れてみたいと思います。あー、わー、すごーい。頭良くなれ。よし、乾杯。ピチーン。多方だって。うん。多方。そろそろかな。さあ、ここ、ああ、そうみたいだね。ああ、もうここだ。あ、新海州なんだ。ね。ほんと。じゃあ座らせてもらおうよ。うん。ほかほか。ほかほか、腰あんいただきます。はーい。あ、やわらか。いただきます。あったかいの初めて食べる。順番に押し出されて、蓋開けられてたね。2枚ずつ、丁寧に焼かれているんだね。ね、面白。こんにちはって。そこでハーするなよ。じゃあ実食しましょう。はい。ああ、いい香り。うん、すごい香り。うん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 。
すごいプリプリしてる。いただきます。おいしいね。うん、あ、おいしいね。うん、すごい階段だなと思ったらすごい建物が出てきたよ、ね、うわー、こうやって見るとすごい高いな。ね、はい、厳島神社参拝してきます。国際色豊かだな。うん、波だね、うん、こっちまで来てるよ、ね、あ、むっちゃんありがとうね。ちゃんと時間も調べてくれて珍しくな。いただきます。いただきます。いやいやいや、お疲れ様でした。今日は大変だったね。いろいろ調整してくれていてくれてありがとう。ちょっとびっくりだったよ。全然何も。いや、いつもと違って嬉しい、うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。スーパーでみんなに大人気のあの例の熟成シールが貼られてるお惣菜を買ってしまいました。本当は買う予定じゃなかったんだけどね。もうご飯作るの嫌になっちゃった。こう行った時はまだ、うん、あの水が海水が引いている状態で、うん、こう鳥居まで行けたけど、うん、ちょうどすぐピークが来てまだ満ち始めて、うん、気がついたらさっき渡ってたところがもう渡れないみたいないうところになってね。うん、とても神秘的だったよね。うん、神秘的だったね。うん、一緒に行けてよかった、本当に。うん、海あるバージョンとないバージョンと、うん、両方楽しんだのは初めてだな。今回3回目だけど、来たのが初めてだっただけにそういう条件で行けたのが嬉しかった。うん、うん、来ている観光客の層が、うん、外国人観光客の層が、うん、小屋さんに似てたなって。エルマタドーラみたいな感じの人いたもんね。何それ。あ、エルマタドーラ、ドラえもんで、世界のさ、ザ・ドラえもんズっていうのがいてね、エルマタドーラみたいな外人さんいたよ。それ何、あのスペインのこういう感じのキラリマンってやってる時の感じの雰囲気の。むっちゃん、ドラえもんズ好きだよね。ドラえもんズ好き。うん、俺全然わかんない。ドラ、なんとか三世。ドラメット三世。出てきた。すげえな。ドラミちゃんはさ、厳しさがあるじゃん、ちゃんと。ああ、そうよね、そうよね、うんうん。未来ののび太さんのためにとか言ってね、うん、何も助けなかったりとか。うん、見守るということの大変さ。まあでも今日は本当にいろんなのをちょっと奮発して食べまして、はい、いろんなもみじまんじゅう
どんなまでは食べてないけど、2つ食べた、あんこと瀬戸内レモンとを食べて、あん、なんだっけ、あんこの方、うん、ほんと出来たてで、そうそう、あったかいやつでね、美味しかった、ね、とろって口の中でさわーって消えちゃうんだよね。あ、そう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 、うん、あれ美味しかった。瀬戸内レモンはなんかでも想像してた通りの、あ、想像していた通りに美味しかったって感じだったんだけど、あの、あったかい方は想像を超える感じでちょっとびっくり度が高かったかな。あと広島お好み焼きも食べ、うんうん、まさかそこで食べると思ってなかったんだけど正直美味しくいただきまして、柿も食べれたし、あ、柿も食べちゃいましたよね。柿あんな風にして食べたの初めてだよ、出先でさ。次出てくる言葉があるかと思って待ってたんだけど、出先で食べたの初めてだよ。ああやって焼きたてほやほやみたいな。そう、あの貝を網で焼いているのをレモンかけてもらったんだっけな。そうそうそう、広島レモン、うん、っていうのをかけてもらって、こうどうぞっていう形でこう用事にね、牡蠣がブスッと刺さっているのを貝からほぐしてふわって口の中に頬張るっていうね、うん、あれはなかなか、うん、なか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 、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。